しまうとは情けない。3、2、1、9。何何事じゃ、姫がさらわれました。勇者いません。そうだ、え、隠れる上はお前が勇者だ。さあその宝箱の中身とこの抱き出しの金で飛び立って、仲間を探せ、バケモン倒して、適当じゃねえか。とにかく困ったら街の人々に話しかけよう。倒せボスが全然倒せる倒せる、マジで威張って威張って威張って当然だって、実際に一番偉いから。人ごとみたく言ってくれるぜ、全くもって上から目線すぎるぜ。経験値経験値経験値積んで、お得強な仲間探して止まれ。ていうか私は一辺卒です、有給休暇がデリートデリート。その子はラスボスを倒してくるのを楽しみに待っておるぞい。世界平和を取り戻すため、お国の平和を守るため、一番後ろで指揮を取ります。その他の経験値を伝えましょう。あなたのために、世界のために戦う僕らの愛国心、仲間も死んで絶滅寸前、やっぱりレベルが足りねえ。あなたのパーティーは全滅しませた。さすればその度もう一度機会を与えよう。何ですか？もう無理です。弱音を吐くとはもっと情けない。経済力軍事力ともに申し分ない我が国は当然、優秀な人材も潤沢、人口熱いね。ただ一つ慢性的な問題は国家元首の奔放さ、よく言えば報われ悪く言えば正真正銘、全人類は戦闘民族、言わずもがな、協調性や順応性が重要なんて。浮世はクソゲーか。次のレベルになるには、あとセポイントの経験が、世界はもっと自己主張が必要じゃない、くじかるわ。テニスのボーノスと斬新フォロート、魔法使いも使いもになってきたが、余裕しゃくしゃく薄ら笑いで、オタクばっか並べて尺に触るぜ。ホリッとホリッとホリッとバカ、それはホリッとバカでバカ。この私を眠らすなんて、あんたの一体何さらす。さては謀反か。僕は勇者じゃありません、むしろ王が勇者だと思います。世界平和を取り戻すため、お国の平和を守るため、最前線に身を投じます。支持率アップを目に見えちゃう。権益のため、お金のために、戦う王様何を見る。絶滅寸前、死んでしまうとは情けない。世界平和を取り戻すため、あなたの笑顔を守るため、魔王君関連情報を命からがらにかき集め、今日も今日とて鎮座している、誠の勇者を待って。